最近日本の古民家とかね、ああいうのに、ね、はい、ここ10年ぐらいなんか機会があって、いろいろとね関わったことあるんですけど、もう世界のどこにも進んでますからね、もともとは。もともとはもったいないですね。でもそれもやっぱり日本人の、まあ、大工とかのクラフトマンシップに頼ってたわけですけども、うんうんうん、もうそういうクラフトマンはいなくなるわけですから、うんうん、やっぱりそれが機会変わってくると思うんですけどね、うんうん、そういう開発が全く日本で行われてないですね。そうなんですか、結構それはそれで進んでるのかもしれない。いやいや、全く遅れてる上に、うんうん、さらに欧米ではない異常に厳しい、その木造を推進できなくなるような法規の規制があるんですよ。法規ね、それよく言われますね、法規が随分こうクローズされてしまっていること。例えば木造で耐火にする場合、例えば30分耐火とか1時間耐火、燃え代設計って言って、芯に構造として必要なサイズがあったら、それに余分に厚みを足すと、そこが火を防ぐ燃え代になるんですね。で、例えば25ミリで30分耐火、45ミリで1時間耐火がありますから、必要以上にすると厚くしておけば、それで1時間耐火とか耐火能力があるんですよ。時間がかかる、それは人がちゃんと避難できる、うん、でそれはアメリカでもヨーロッパでも同じ認められてるの、日本だけ認められてなくてですね。その研究が大事ですよね。 とっても大事なことなのに、それがですから、そこにさらに必要ない法規がかかってて、日本は燃え止まりといって、その中にセメントとかボードを挟まないと、いけない。つまりただ表面に木を張ってるだけなんですよ。だから中が木なのか鉄なのかコンクリートなのか分からないですよ、あれやったら。だから僕はあれ木造のガラパゴス型と言ってるんですけどね、日本でしか通用しない、日本でしか必要ないものを製造、製品を作ってるだけなんですよ。日本のそのいわゆる長い 何千年の文化の否定につながるしね。そうですね、それは未来に対しては大変大きな問題ですよね。そうですね、これ早く何とかできるような方法あったらいいのね。ですから今政治家の人にいろいろ働きかけてですね、お願いいたします。規制緩和を、まあ総理大臣も言ってるぐらいですからね、規制緩和を何とかしてもらって、うん、欧米に少しでも追いつきたいと思ってるんですけどね。それとこれだけの日本 の自然素材っていうか、杉もヒノキも有り余ってるぐらいあるから。そうですね、これを使わないとね。確かに、そうですね、いやいや、でもデザインというのはまた話変わりますけれど、はい、デザインのことは、まあ、戦後入ってきた言葉ですけど、中国でちょっと関わったことあってね、設計って書いてデザインって言いますよね、はい、でその設計のままだったら日本でも通用するんですけど、でデザインという言葉が彼らも使うようになってきたら、うん、じゃあデザインってそうしたら設計とどう違うのって言った時に、うん、ある時中国でね聞かれたことあるんですよ、うん、そうですねって。その時僕なんでだろうと思いながらね、やっぱり美しさいうのもいるよね、うん、だけどね本当に大事なことは使う人の身になることじゃないっていうような話で、うん、そうだ思いやりだと、うん、使う人の思いやりだみたいなね、うん、そういうことをもうちょっとね、うん、話したことあるんだけど、うん、デザインという定義が日本ではなかなか形と色ぐらいからあんまり抜け出ない時間長かったけど、うん、どう思います？何か一般的にはデザインって装飾的な意味があるように思われてるけど、僕はデコレーションではないと思うんですよね。やっぱさっきも言ったようにデザインというのはある何かの用途だとか機能だとか問題を解決するためにデザインがあるわけであって、まあもちろん装飾だってデザインかもしれないけども、僕はそういうことにあまり興味なくて。やっぱり実用性とかね、効率だとかバランスだとかそういうことでしょ。そうですね、時間も入りますよね。そうですね、いろんなファクターがありますよ ね、でもそこに意味がなかったらやはりいいデザインと言えないと思うんですよね。最終的にはね、なんかね、デザインってやっぱりハッピーっていうか幸せ産業につながることで、暮らしとか産業とか、まあ、地球環境、やっぱりそういう大変ポジティブなもんですからね。だからそういうこう今のこうデザインの教育の問題ありますでしょ、うん、こんなんで何か思ったことない？まあ教育のことで言うと、僕はそのちょっとデザインに限らないんですけど、一番危機感を持ってるのは、今も大学で教えてたり、それから今慶応大学で教えてるんですけど、それに前はハーバードやコネル大学でも教えてて、うん、まあ僕も大学時代アメリカしか行ってないんで、つくづくその違いも感じるんですけども、それだけじゃなくて、その日本の留学生が、うん、
例えばアメリカ撮ってみてもどんどん減ってるんですよね。90年代ぐらいから、で今ちょっと今トランプのせいで中国人のアメリカ留学が減ってるから、ちょっとそれちょっと異常な別なファクターとして、全体的に日本人の10倍の中国人、5倍の韓国の留学生がいるわけですよ。日本人はどんどん減ってるわけですね。そんなんですか。でしかもね、ある大学の先生と対談した時にそのことを言ったら、僕はちょっと全く的外れな意見だと思うんですけど、それは10年前20年前はまだ日本の、そういう教育や、レベルが劣っていたから留学生多かったけど、追いついたから減ったんですよって言うんですけど、留学で必要なのは学ぶことだけじゃなくて、いろいろな体験をしたり、いろいろないいものを見たり、いろんな文化に接したり、あるいは世界中の人たちコネクションを作ったり、そこが重要だと思うんですけどね。今もうどんどん日本人が海外行かなくなってる、で若い人が日本は平和で幸せだから日本にいたいという人がものすごく増えてるんですよね。これはもうすごい日本の将来の危機だと思いますね。いわゆる島国がもっと島国になってきてるわけですね。なってますね。いやね、確かにね、僕もイタリア行き始めて50年になるんですけど、一番何が今までで勉強になったか、彼らの暮らしを覗いたことね、で時々だけど彼らと一緒に暮らしたことがね、一番勉強になりましたよ。そういうことでしょ。そうですね、まあ、それからいろんな世界の人が集まってるから、いろんなネット将来つながるネットワークもできますしね。そうですよ、そうですよ。だから日本の若者はもっと海外国内並みに出入りしてもいいよね。いや、もうしないと日本は将来ないんですよ。ないね。なんかそんな感じする。将来大丈夫かな。いや、もうやっぱりグローバル化これだけしてくると、その世界の平和幸せなく日本の平和はないんですよ。日本だけ平和だから日本にいればいいっていう、もう世界世の中じゃないですからね。それも半分は穴ぐらい入る感じですよね。そうなったら。そうですね。今言葉もなんかこんな小さい機械でね、日本語がすぐにイタリア語や英語になる、あれ結構性能良くなりましたから ね、あんまり言葉で怖がることもないし、それより素敵な向こうの人と触れるということこそね、素晴らしいこと。人と触れることと、やはりいいものを見ることだと思うんですよ。やっぱり建築でも、それから食でもね、いいもの、美味しいものを食べる、いいものを見たり美味しいものを食べたり、それしか僕らが自分自身を教育する方法ないと思うんですよね。確かに教科書だって仕方ないし。僕ね、最初ねイタリア行ってね3ヶ月ね、一番いいものを見て、一番いい、いいとこ行って、だから最初留学費用をなんとか1年分かなっていうのね、これを3ヶ月使おうと思って行ったんですよ、今同じ、ところがね1ヶ月空きましてね、それでなんかあれそんなこと思い出したけれど、でもやっぱり一番それで宝物はその時に今までこう友達になった外国の連中ね、いや素敵ですよね、みんなそんなに違う文化でもあるけれど、ですからそういう人がどんどん若者が減ってるから、日本はで、それからデジタル技術の進歩で行かなくてもコミュニケーション取れるっていうのは確かだし、それは進んでいくと思うんですけどね。だからといってそういったいいものを見たりとか人との関係を作ることが変えられるわけじゃないですからね、だからより人と出会う、より旅をするってことが重要になってくると思うんですよ。そうです。やっぱり生身でね、目を見ながら、それから一緒に共通のね話題で、意外に話して突然やってくるし、そういうチャンス恵まれるしね、留学したら、留学というか向こう行けばね。いや、ですからね、やっぱり世界回るとやっぱ世界中にチャンスがありますからね。自分がねどこで生かされるかなんて誰もわからないわけですよ。間口が広いからそれだけチャンスがどんどん増えるわけですからね。僕も日本にじっといたらあんなにね、いろいろと海外から出してもらうものも生まれたとかわからなかったですよ。だけどなんかお互い恵まれましたよね、その辺は。まあそうですね、海外行けたことで、でももう最近のバン・シゲルの活躍ってはもう大変なもんですよね、誰でも知ってるもんみたいな。いや、そんなことはないですよ、本当に。ただやっぱり災害支援を、25年ぐらい前に始めてずっと続けていて、大体最初はちょっとやっぱりボランティアやったりとかって経済的にも大変だし時間的にも大変で、よく続いたと思う、ですからそれを両立するのが大変だったんですけどね、なんか今になってみるともう両立じゃなくて同じものなんですよ。単に設計料をもらえるかもらえないかの違いはありますけども、自分のそこにかける情熱や
あるいはその達成感も全く変わらないんですよね。それね、僕ら旗から見てても分かる、同じエネルギーだなという、あれだけのエネルギーはね、あれだけの時間でね出せる人って少ないと思うけど、重いでしょうね。そうですね、やっぱりやりがいがあるし、それからあの一つにやはりもともとやり始めたきっかけというのは、実は建築家ってあんまり社会の役に立ってないんですよ。そんなもんかな。そうなんです。歴史的に見ても建築家っていうのは特権階級の人たちの仕事をずっとやり続けて、特権階級の意味がね今も少し変わってきてますけども、それでもやっぱり財力や権力をある人たちが、財力も権力も目に見えませんから、それを社会に見せるために立派な建築を建築家に頼んで作って、自分の財力や社会あの権力を世に見せるというために建築が使われるわけです。あるいは我々建築家が使われているわけですね。最近あの2017年にあのフランスで丸い劇場やられたでしょ。あれ何だったかな。はい、あのラセニミュージカルです。ラセニ、あれ、はい、あれまた面白いプロジェクトですね。ちょっとあの話、まあ、今日聞こうかな。そうなんですけどね、でもあれもねやっぱり行政のためにやってる公共の建物ですからね、まあ、それで皆さんが喜んでくれて街のシンボルになる、それはそれでいいんですけどね。でも それをずっとやってるから建築家っていうのは尊敬されないんじゃないかなと。つまり社会の一般のために役に立ってない。お医者さんや弁護士さんっていうのは問題を持ってる人たちのみんな問題をあの解決するけど、建築家はある一定のレベルの人たち、例えば家建てるんだってその人が一番幸せな時ですよね。ですからそういう人たちのお役にしか立ってないから、建築家っていうのは社会的な地位が低いんじゃないかなと。その時のお役所とかのテーマに答えるというだけではダメだということですね。あとお金持ちや特殊な人、だから一般の人たちの建物、あるいは災害で、家を失った人たちので、実際地震で人が死なないんですよ。なぜ人が死ぬかって言ったら建築が崩れて人が死ぬわけで、ですから建築家の責任なんですよ。ところが建築家っていうのは地震が起こって建物が崩れて街が復興するとき、また新しい仕事がいっぱい入るもんですから、実はみんな喜んでるんですよね。あれは建築家の責任いうことはほぼ初めて聞くというか、その発想は重要ですね。それでいて新しい仕事もまた街復興のために来るわけですよ。ですけどその街が復興するまでに避難所や仮設住宅、非常に劣悪な環境で皆さん暮らさなきゃいけない、その生活を改善するのも建築家の仕事じゃないかなと思って、こういう道に入ったんですよね。いやいやいや、まあ、それはね、思っても実行する勇気というのはね大変なものだと思うもんな。話がねちょっと、はい、僕あの伝統工芸のこと、はい、あの職人と50年ちょっと前に会った時に、もう辞めるんですよと。なんだって、いやもう紙使ってくれないから、もうねあの仕事ないから辞めると。いやーそれ1000年、そのうちは1000年ぐらい歴史があって、もうそれはちょっと僕は意味わからないけど、なんとかこれは続けた方がいいんじゃないかな。だけど仕事ないから続けられないんですよ。だけどちょうどイタリア行くちょっと前だったから、あのこれから外国行くけど、なんか機会あったらあの僕も探しておきます、使う方法って。ただ偶然2年ぐらいしたらイタリアの照明器具会社からねあって、それであのタコってあったし、はい、あれなんかそれでできたんです、でそんなことから始めた。ですからまさにそれは社会活動ですよね、ただデザインするだけじゃなくて、そういう職人さんや、あるいはその伝統的な材料を現代の使われ方に翻訳して使っていくっていうのは、やっぱり非常にデザイナーとしてもね、重要な仕事じゃないかなと思いますけどね。それはね、日本ではなかなかそう買ってもらえないから、いわゆるビジネスはならないんだけど、なんとか軽いとまだね細々とその数はやってるんですよ。機会あったら一回ね見ていただきたいんです、はい、でも実は昨日の新聞にもユネスコの世界遺産にね、日本の木造のいろいろな、まあ、かやぶきだとかね、漆だとかいろんなそういう技術を登録する方向に今動いてるっていうのはすごくいいことだなと思いますけどね。いいことですですからそれが建築だけじゃなくて、やっぱり建築にはもともと工芸というものが一緒だったわけですから、それも一緒に保存されたり、またそういう若い人たちがねどん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 そういう世界に入っていくといいなと思うんですけどね。日本はいわゆる、中国の影響でこうしてですね、東洋の文化、まあ漢字からいろいろ醤油味噌まで大陸からもともとはね、だけどそこで日本で育まれて極められて今みたいになってという歴史を持ってまして、でそれにここ百何十年か西洋文化も入れて、
だから東洋と西洋のいいとこを全部こうミックスしてね手元にあるから、これは資源ですよ ね、 そうですね、これからのね、うん、ですからまだまだデザインもそういう、うん、古い技術や、まあ、古いって言ったらおかしいですけど、それを生かす新しいものができる価値は、あの可能性あるんじゃないですかね。ありますし、それから万さんがやってるいわゆるあのチューブですね、はい、紙の歯間ですね、これもそうですか。いや、これも、いや、これもね、座り心地、今ずっと座り心地いいね、これ、意外と手触りがいいでしょ、はい、そうですね。で、今日ね、近くでね、あのカフェ行ったから使ってて、これちゃんとね、スタッキングがピターッと出てるなんてさすがだと思いましたよ。いやー、テーブルもあれ、あの丸いやつに組み合わせてこうなってね、ってんですけどね、もうね、短期間だけで全部見せ物なんですね。これでもローコストでできてるだろうな、この素敵なあれがね。そうなんですよ、結構ね、いわゆる物と機能とコストとバランス、それのこうバランスをね取るのもデザイナーとか建築家の重要な役割ですね。そうですね。それとあれも、あのうちのスタッフとそれから向こうのクライアント の、 あの集めてきたボランティアの人たちで作ったんですね、うん、あ、そう。ですからやっぱり僕、あの被災地行って作る建築も一般の人が作れる、ですから特殊な技術を持たなくてもできる建築っていうのを興味持ってるんですよね。ですから建築があのやっぱりどんどん値段が上がったり、まあ、あの高度な技術も必要なんですけど、そうじゃなくて一般の人たちが作れる建築技術っていうのも、あるいはディテールも必要じゃないかなと思ってますけど、そういう意味でもあの新しい世紀の今世紀のいうか、あの一つの生んだね大きな未来への提案ですね。そうですね、素晴らしいことしてると思いますね、うん、それとね、やっぱりあの少しずつね、まあ、だんだん年取ってくるとですね、もちろん建築もまだ一つずつ作りつけてるんですけど、都市の問題にだんだんちょっと興味が広がってきてるんですよ。昔、共通の友人で栄太一さんもずっと言ってた、ね、はい、銭湯、首都移転ですね、銭湯ね、で、それも90年代まで国会でもね、あの法案ができたりして、で日本の中に候補地が3つ選ばれて進んでたんですけどね、それがもう、立ち切れになっちゃったんですね。あれはでも重要なこと違う？そうなんです。それは地方創生っていう意味とか、それから防災的なあの機能を分散していったりとか、それから将来あの海面が上がってくることを考えたら、はい、高台に移すとかね、はい、いろいろありますよね。ですけどもう銭湯は不可能だと思います。なぜかというと、例えばもともと政府が考えた銭湯っていうのは、だいたい広さに行ってですね、6000ヘクタールから9000ヘクタールぐらい必要で、だいたい山手線の県内の 1.5 倍ぐらいなんですね、うんうん、で20年から30年かかると。で、そういう新しい都市を作る、で成田空港を作るだけでも、あれだけ紛争があったじゃないですか、あれ高が 1100ヘクタールですよ。でも今や昔と違って環境アセスメント厳しいですから、ですから簡単に農地を潰したりとか森を潰したりってもうできないわけですから、それだけの都市を作るって日本の中でもう不可能なんですよ。今あの交通のこうアクセスの作るのはお金かかるけど、やればできないことないから、たくさん作ったらそんな、それは分都っていうんですけどね、そういう議論もあるんですよ、うん、でも結局ね、何が一番問題なのか、あのそういう首都移転もそうですし、それから同州制っていう考え方もあるんですけど、全てうまくいかないのはなぜかっていうと、そこに政治家のエゴとそれから不動産が関わるからなんです。だから政治家が自分の町に持ってきたい、自分の都市に持ってきたいってことで、それで引き合いをするから結局決まらないんですよ、場所が。それからそこで不動産が上がる、ディベロッパーが入る、それによって結局あのどこも決まらないんですね。だからそれがあって、あの分都だと同じことです。どっか決めること自体は結局できないんですよ。そこで僕今提案しているのがですね、道都という考え方で、道都ね、はい、うん、首都のある機能を日本中の主要都市に動かしていく。あ、なるほど。オリンピックと同じように4年ごとに木造で仮設の国会議事堂を作って、4年ごとにみんな立候補してもらって自分の町に来てくださいということで、中核中枢都市であって、まあ人口的に10万から20万で、まあ新幹線の駅と空港にある程度の距離であったら、どうせ国会議員というのはオリンピックでは世界から選手集まってくるように、地方の代表選手ですから、どこにあったっていいんですよ、ある程度交通網があれば。で、たかが国会150日ぐらいですから、それにまつわる行政も移り、そして首都を今じゃ地震があったから仙台に移そうとか、一番適切なところを移すで、政治家の人たちもあのそういうことで言って国会の時集まると。
それに伴ってもう建築を作るのは仮設でいいと。それ以外にも地方にあの今空いてる建築いっぱいありますから、それをイノベーションして使う。そうですね。でこれも一つただ置き土産としてインフラを整えていく。それはインフラはもともとの鉄道や道路じゃなくてですね、デジタルなんですよ。いわゆるスーパーシティ、スマートシティって言ってるように、今 5G なんて言ったって、あれ山手線の中でしか、山手線の中でしか使えないんですよ。日本全国で 5G 使えるわけじゃないんですよ。ですから分散し、そうやってあのインフラ自体も結局まだ整ってないから、そういう首都移転したところを必ずスーパーシティ化していって、デジタルやいろいろなものを整えていき、企業を集めていくと。でまた動いていって日本全国をそうやって、そうすれば順番ですから、あのみんな手を挙げればいいわけですから ね、喧嘩は起こらないわけです、政治家の。これね、パテント取った方がいかがですね。いや、何かね、何かこう解決しようとね、やはり新しいアイデアがいいんですよ、はい。そういう起爆剤がないと、みんな地方創生だとかね、あのスーパーシティ行ってるけど、どこも始まらないんですよ。でも、なんかどこかが核になって、始まらないとね。今それでいろんなね、人を集めて研究会作って、僕今動かそうと思って。やりましょうやりましょう。さらに問題はですね、国会議事堂ってあれいつだったかご存知ですか？いや知らない。設計が始まったのは1920年、完成したのは1936年なんです。ですから全く耐震性ないんです、あの建物。そうなん。もし首都直下地震あったら議員さんみんな死んじゃいますよ。でしかもあれ歴史建造物ですから、簡単には耐震補強できないんですよ。でもこれを聞いてくれてる人がもしかどうだったら、なんかちょっとねあれですね、これ問題は普通じゃないから、ね、国会議事堂ぺちゃんこになったらいいことだ。いやなりますよ。あるいはあの議事堂の上に素晴らしいあのガラスのステンドグラスの天井があるんですけど、あれ全部落ちますよ、地震があったら。はい、この辺もう一回検証してほしいですね。ですから今ね、やっと今年にですね、あの耐震の診断の、うん、事業が今年の秋から始まります。でもそれ2年半間で診断だけで、でその後耐震補強の設計して施工して、であの衣装を崩さないように耐震補強、大変なことですよ。地震いつ来るか分からないのにね。ですから早く仮設の国会議事堂をどっかに作るってことはもう必要なことなんですよ。本当ですね、いやいやもうね、話尽きない、いろいろ。本当はねこのプロジェクトもあのプロジェクトもいろいろ今日はね、はい、聞かないとと思ったけど、でもその元なのみんな話していただいてまして、いや本当ね久しぶりにありがとうございました。どうもどうも忙しい。どうもこれからもよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしく。